皆様こんにちは。冬のライオンに出演させていただきます佐々木蔵之介です。劇曲を読んでの感想なんですけど、上演時間が2時間半あるのか3時間あるのかちょっとまだわからないんですが、7人が全員戦い続けている、休む間もなく、寝る間もなく、食べる間もなく、嘘しか言わない、何が真実なのかもわからない、とりあえず相手を支配しようとか、言葉に配慮がないんですよね、相手に対する。もうちょっと自分の妻なら、自分の息子なら、もうちょっと言葉を選べばいいんですけど、あえて選んだ言葉が本当に、突き刺す、えぐるような言葉を使うんですね。でもそれがどうこしてちょっと笑える。でもこれなんでそこまでやるのかなって思うんですけど、これは裏返し、相手に興味がある、つまり愛情を求めているのかなというようなところに行き着くのかもしれないと、こんなふうに考えた戯曲ですね。私の役はヘンリー2世です。初代イングランド王ですね。でも戯曲のト書きに書いてあるのは50過ぎて、当時の人間だったらもう老いてもう死ぬような人も多いんですけど、まあ、ただその、当然関節が痛いかったり、あと戦いの傷がちょっと癒えにくいみたいなところはあるけれども、このヘンリー2世は普通男の人が一遍こう死の間際になるか、その今から老衰していく直前に精神的にも肉体的にも活力がぐっと急上昇する時期があると。このヘンリー2世の今この劇中はヘンリー2世まさにそのぐっと最後に落ちる前に上がっていく時期を楽しんでいるみたいなと書きが書いてある。確かにその明らかに年齢とか若さとかに関しては、あの自分の息子たちやあのフィリップ王とか劣るはずなんですけど、でもよく手加減なくここまでパワフルに戦えるなと。普通もう諦めないかな、もういやってならないのかなって思うぐらい読みながらそう思ってましたね。でも彼はもう必要に戦ってるんですね。これがそのト書きにあるその急上昇してるのを楽しんでるっていうのがポイントなのかなと。ただ単に攻撃したりとか支配しようであるとかではなく、むしろそこを楽しむまでやらなきゃいけないなと。僕もお芝居見ててさ、お互いそのあの喧嘩してるのだけ嫉妬深くなんかやってるのだけ見ててもいけないけど、そのやり合いがちょっと笑えてくるぐらい楽しめるようなぐらいに僕も役作って、稽古もしんどいではなくて、はい、楽しんで稽古しましょうと。森さんの稽古時間結構長いんですけど、まあ、それでも楽しみましょう、逆に笑半笑いで楽しみましょうぐらいやろうかなと、思ってます。それが意気込みです。森さんとはベントというお芝居でご一緒させていただきました。その時に、まあ、ナチスの収容所に入れられて、もう1分後に撃たれて殺されるかもしれないという絶望の中で、毎日ちょうどその時北村幸也君なんですけど、一緒に石を運ぶだけの作業をしている。その中で、もういつ死ぬかわからない、もう先を未来がないかもしれない、でもそこで何かお互い話し合いながらそこで笑ったりするんですよね。なんかそこで、ま、森さんが、ああこんなとこでも人間ってその想像力、イマジネーションで、そのユーモアで笑えるんだ、面白くなるんだって言って、このセリフが笑えると思わなかったみたいなことを森さんおっしゃってくださって、で、実は去年パルコのオープニングで佐渡島武史の紹介という、だから蔵之介さんに思いっきりいっぺんパワフルな喜劇をやって
もらったらなと思ってご提案いただいたんですけど、まあそれはコロナのことでちょっと中止になって、で今回その冬のライオンで、あのこれ先ほどのインタビューでも何度もお話ししてますが、森さんがまあ高畑さんと目音漫才になるぐらいな感じ、お互い血出るぐらい戦い合ってるんですけど、そんな感じになればなっていうふうにおっしゃってたので、ああそういうところを求めてくださってるのかなと思って、うん、なんか楽しくそれができたらいいな、森さんの演出でできたらいいなと思ってます。高畑さんとは舞台は2回ご一緒させていただいて、あの映像も何度もご一緒させていただいて、本当に翻訳ものが似合うというか、日本でやっぱりあれだけゴージャスな役をできる女優さんってなかなかいなくて、まあ僕はあのゴージャスであり徒歩な芝居をしてくださるっていう高畑さん、本当におかしい笑える芝居を作ってくださる高畑さんが、本当に演劇の先輩として大好きで尊敬してて、その方がお相手の奥さんの役っていうのはもうこの世なく嬉しくて、稽古しがいがあるな思ってます。楽しみです。東京芸術劇場プレイハウス冬のライオン、お待ちしております。